どうも、声優志望の子たちに演技の基礎を教えています。演技講師の日向翔吾です。はい、早速今日もやっていこうと思います。今日はですね、プロになれない人たちがやりがちな不自然な演技6選ということで、動画を喋っていこうと思います。なんでこの動画を作ろうと思ったかというと、まあコメント欄とかね、声優志望の子たちの SNS とかね、掲示板とかを見ていると、演技っていうものがどういうものか分かっていない子が思った以上に多いんだなと思って、いや、これはよろしくないぞと思って、今回の動画を作るに至りました。本編でも詳しく触れようとは思ってるんですけれども、アニメなどを見て、それっぽい声やそれっぽい喋り方だけを真似して、それで絵にはめれば演技になると勘違いしている人が結構多いんですね。で、一番びっくりしたのが、掲示板とかね、その SNS の発信しているのを見て、明言はしていないんですけども、その人たちの言動を見ていると、日本語は生まれてこの方喋り続けているし、アニメや漫画が大好きで小さい頃からたくさん見ているから、その経験を活かせば私はプロになれるんじゃないかなって暗に思っちゃってる子が結構多いことに、驚きを感じました。プロ野球のテレビ中継をいつもいつも見続けていればプロ野球選手になれるかって言ったらなれないですよね。もしなれるとしたら世の中のナイター中継を見ているお父さんは全員プロ野球選手になってなきゃおかしいですよね。でもなってないですよね。声優もそれと同じです。声優になるのは本当にむちゃくちゃ難しいです。そして演技も難しいです。役作りっていう言葉聞いたことあると思うんですけども、まあ役を作り上げるって、あれって言い換えると人間一人を成功に作り上げる行為だから、あれは役作りというよりも人間作りなんですね。そして演技やお芝居っていうのはその登場人物同士の会話劇を楽しむじゃないですか。だからコミュニケーションなんですね。赤の他人に扮して人間と人間のコミュニケーションを行い、さらにそれが芸術的な価値や商品的な価値があるところまで高める。それを演技とかお芝居って言ったりするんですね。これを聞いてわかる通り、演技って大変なんですよ。まあでもね、大変な分だけできた時の達成感とかはやっぱり半端ないですね。うん。なので、大変ではあるんですけども、大変だからすぐ辞めるっていうことじゃなくて、まあ、コツコツ取り組んでもらえたら嬉しいなとは思ってるんですけれども。で、本当はね、一人一人に懇切丁寧に、あなたの演技はこうなってるから、こうした方がいいよっていうのを言ってあげたいんですけども、それって、動画の性質上ちょっと無理じゃないですか。うん。僕が一方的に喋り続けるしかできないので。なので、せめて、これをやってると、絶対プロになれないよ。それは不自然な演技だよ。っていうものを紹介することによって、この動画を見た人が、あ、これをやっちゃダメなんだ。これは避けた方がいいんだっていうことに気づけて、最低限大きく足を踏み外すというリスクを回避できるんじゃないかなと思います。というわけで、今回は演技初心者が特に陥りがちな不自然な演技6選を紹介していこうと思います。まず一つ目、そもそも人間として成立していない。まあ冒頭でもちょっと喋ってるんですけども、そのアニメを見てそれっぽい声の出し方やそれっぽい喋り方さえすれば、プロになれるわけじゃないんですね。それはね、それっぽい声を出している変な人が出来上がるだけなんですよ。人間って一個一個の行動をするときに必ず何らかの影響を受けて、外からの影響を受けて感情が動いて、それが言葉とか動作として出てくるんですね。言い方や声だけを真似して喋ると、どんなに周りを奮起させるようなセリフであっても、奮起させようとしている俺かっこいいになっちゃうし、悲しんでいるシーンもただ声とか言い方だけをやってると、私こんなに悲しい思いを抱えているからみんな分かって私をかわいそうと思ってって言っているめんどくさい、こう地雷系女子みたいになっちゃうんですよ。うん、そうすると途端に、見ている人がこう冷静になるというか引いちゃって、あ、作り物だとか、あ、なんかそれっぽい言い方してんなってなっちゃって、物語に集中できなくなっちゃうんですよ。そうすると、もう見なくなっちゃうんですね。なので、それっぽい言い方とか、それっぽい声を出すことは演技じゃないですよっていうのを覚えておいてください。二つ目、相手のセリフを聞いている時に素に戻っている掛け合いのね、シーンがあって、で、自分が喋って、で、それを受けて相手が喋って、って言って、こう、会話のキャッチボールをすると思うんですけども、相手が喋っている時に、次、相手のセリフがここまで言い終わったら自分の番だなとか考えちゃってると、役ではなく、
演じようとしている人に戻っちゃっている瞬間なんですね。これね、自分がセリフを喋っていない時に、ね、油断している人ってめちゃくちゃ多いんですよ。僕舞台見に行くんですけども、喋っている人よりも喋ってない人とかを結構見ちゃうんですよね。セリフを聞いている人を見ちゃうんですけども、そこ見るとね、上手い人と下手な人ってよくわかりますよ。役の気持ちで人のセリフを聞いてないと目が泳いだりとか無駄な動きをしたりとか、そこの登場人物の生理現象と違う行動をしてたりするんですよ。妙に緊張して瞬きが増えたりとかね、そういうことが起きるんですよ。演技ってついついセリフを喋る時だけ感情を乗せるって思ってるかもしれないですけども、それは大きな間違いです。人間は常に何かを感じて何かを考え続けてます。現に皆さん、今僕がこうやって延々と喋り続けてるのを聞いて、常に何か考え続けて感じ続けてませんか？演技の時もこれと同じ精神状態じゃないとおかしいです。役作りは人間作りだから、セリフの掛け合いであっても、つまり相手が喋っている時であっても、常に役の立場で何かを感じ続けてなきゃおかしいです。3つ目、感情が出ているではなく、感情を出そうとしている。人間はね、感情をね、出そうとして出してるわけじゃないんですよ。周りの影響を受けて感情が出るんですね。例えばここがレッスンのスタジオだとして、僕と今マンツーマンのレッスンをしてます。で、あなたが今お芝居を僕に見せてくれました。で、それを見て僕の素直な感想として、あ、めっちゃ良くなったね、おお、出会った時より全然お芝居上手くなったじゃんって言われたら、恥ずかしいって思ったりとか嬉しいって思ったりしてくれると思うんですよ。はたまた、いや、お前の言葉は信じられねえよと言うかもしれないんですけども、それって僕が、あ、良くなったじゃんっていう言葉をかけたことによって、あなたの心が刺激されて感情が出てくるんですよね、だから何もないところから感情は基本的には出てこないんですよ。よそからもらうことによって初めて感情が出てくるんですね。なので、自発的に感情を出そうとするのではなく、相手の役や相手の発する言葉、それに乗っている思いを五感全てで聞き取って感情が出ちゃうようにしましょう。4つ目、感情の説明をしようとする。これちょっと一つ目の声色を作るとか言い方を作るにちょっと被ってくる部分ではあるんですけども、まだこっちの方がお芝居っぽくはなってるんですよ。例えば泣いちゃっているシーンがあった時に、そのキャラクターって、私今泣いてるんですっていうことを周りに説明しようと思って泣いてるわけじゃないですよね。あれは悲しすぎて涙が出ちゃっただけであって、私今悲しいんです、分かってくださいっていう説明しようと思って泣いてるわけじゃないんですよ。ここ結構ね、間違えちゃうんですよね。確かに見ている人にある程度分かりやすくしてあげる、親切なお芝居をしてあげることも大切ではあるんですけども、それが行き過ぎてしまうと、私今ここで泣いてます、ここで今笑ってます、幸せなんですって私今幸せなんですって、なんかどこぞの怪しげなスピリチュアルな世界っぽいですね友達と楽しく談笑しているときは、決して友達に、今僕楽しんでますよ、大丈夫です、安心してください、あなたの話面白いですっていうアピールをしてるんじゃなくて、単純に友達との談笑が楽しいから笑うじゃないですか。それと同じように、役も心から笑って、心から泣いて、でそれを客観的に見た人、視聴者が見たときに、ああ、悲しいから泣いちゃってるのねって気づければいいだけであって、説明をしようとしちゃダメです。このね、説明しているお芝居と、説明じゃなく本当に感じているお芝居って、声を作ったりとか言い方を作るよりはちょっと見極めが難しかったりはするんですけれども、たくさんお芝居見ていくとね、結構分かってくるんですね。妙に綺麗に泣きすぎてたりとか、妙に綺麗に笑いすぎてるとかね、なんか人間味が足りないみたいなね、なんか妙な違和感を感じたりするんですよ。たくさんお芝居見たりとか、それと似たような状況をリアルで目撃したりすると、そことの違いから、ああ、これ説明してるなって分かるようになってきます。5つ目、外からの影響の一部を見落とすことによって空気読めないキャラになっているです。これ何のこっちゃって思いますよね。はい、人は普段生活する中で周りからの様々な影響を受け、で場の空気を読み、その状況に合った発言や行動を必ず取っています。このタイミングでこんなこと言ったら場がしらけちゃうかなとか、こんなこと言ったら逆に盛り上がるかなとか、この関係性でこの言葉遣い使ったら失礼かななんてことを皆さん普段考えてますよね。様々な影響とは
このことです。他にも様々な影響とは、相手の発言とか、相手との関係性、現在の自分の精神状態、相手の精神状態、時間、場所、周りにいる人たち、などなど、本当に様々な自分に影響を与えるものっていうものがあります。役作りは人間作りなので、演じる役もそういった様々な周りからの影響を受けて、その上でセリフを喋らなければおかしなことになってしまいます。でもこの様々な影響って本当にたくさんのものがあるにもかかわらず、たった一つでも見落とすと空気読めないキャラに一瞬で早変わりしちゃうんですよ。例えば、仲のいい二人が久しぶりに感動の再会をしました。おー久しぶり元気だったみたいなね、シーンあったとします。で、普通に考えたらまあ嬉しい久々の再会ってまあこんな感じかなって思うと思うんですけども、でもこの再会した場所がお葬式の会場だったらね、お葬式の会場でこんな明るい再会をしてしまったらやばい人たちですよね。場所っていう影響が一個抜けただけでとんでもないやばい二人になっちゃうじゃないですか。これはすごくわかりやすい例ですけども、一個でも抜けるとはこれくらいやばいことなんです。なので、与えられた台本があったらもう何度も何度も読み返して、深く読解をして、もう目を閉じたら、その役の目線でその空間に立ってるぐらいまで想像を膨らませられるようになってください。そして自分に影響を与える様々な要素、本当にたくさんある様々な要素の一つも漏らさないように影響を受けた上で、セリフを喋るようにしてください。6つ目、ラストです。感情のつながりがないので、多重人格者に見えるです。これね、プロの新人の声優の子でもね、たまーにね、いるんですよね。って言ってもね、よくわからないと思うので、こういった例文を持ってきました。はい、どうぞ、どうぞ。3つの文からなる文章ですね。じゃあ、感情のつながりがないもの、多重人格者になっているものの例を見せますね。お前ふざけんなよ。まあお前の気持ちもわかるけどさ、もう一度頑張ってみろよ。はい逆に感情のつながりのない悪い見本をやる方が難しいんですけどね、僕の方としては、うん、どうです、聞いてみて。なんかこう3人の人格者がいるように感じません？多分これを一文一文だけピックアップして聞いてみたら、まあそれぞれちゃんと叱っていて、相手に共感を示していて、相手の背中を押しているになると思うんですけども、これ流れで聞くと気持ち悪くないですか？そんな人間いないじゃんってなりません？じゃあどういうのが繋がってるか、感情が繋がってるかっていうのをやってみます。お前ふざけんなよ。まあお前の気持ちもわかるけどさ、もう一度頑張ってみろよ。はい、です。で、こっちの方は繋がっているように見えますよね。言い方とかね、声色ばっかり気にしていると多重人格者な芝居になっちゃうんですね。確かにこう喋ってる中でバンバン声色が変わっていったりすると聞いてて楽しいなってはなるんですけども、冷静に聞いてみると人格が崩壊してたりするんですよね。こうなってしまうと見ている側としては、なんでこの人は人格が崩壊してるんだろう、そしてなんで他の登場人物はこの人が人格崩壊してることに突っ込まないんだろうって気になっちゃうんですよね。演技をねちゃんと勉強していくとね、こういうことに気づけるようになってきます。なぜ感情のつながりがない喋りになってしまうかというと、この3つの文からなる文章のセリフを見た時に一個一個に意識を向けすぎちゃっているんですよ。じゃあどうしたらこの感情がつながってるように演じることができるようになるかっていうと、セリフをまあ細かく分析していくことは必要なんですけども、ある程度細かく分析していったら、ちょっとセリフを引いて俯瞰してみるっていうのをやると分かってきます、うん。そうするとこの3つの文章の集合体は、各セクションでね、相手を叱る、共感を示す、背中を押すっていうのはやっているんだけれども、要はトータルで相手を励ましたい、いい方向に導きたいんだなっていうことが分かりますよね。ここを忘れないようにしつつ、相手を叱る、相手に共感を示す、相手の背中を押すってしていくと、感情のつながりができてきます。はい、いかがだったでしょうか？最後結構小難しい話をしちゃったんですけれども、最後まで皆さんついてこられましたでしょうか？まあね、あれこれね、難しい話をしたんですけれども、あなたが演じた時に、それを客観的に見た時に、そんな人間この世に存在しねえよって言われるものを全部排除していけばいいだけですね。
例えば2人の人間がカフェで掛け合いをしているっていう台本があったとしたら、実際にカフェに行って友達2人で掛け合いをしてみて、周りの人にあ、セリフの練習してるなこの人たちってバレなければ OK っていうことですね。はい。自分のお芝居が不自然なものになってないかなっていうのを意識して演技の勉強に取り組んでもらえたらなと思います。はい、最後に告知が2つあります。僕日向翔吾の LINE 公式アカウントというのがあります。そちらでは2週間に1回隔週月曜日に無料のトレーニング動画を配信しています。 YouTube の動画だけじゃ足りないなって思っている人いましたら、無料ですので友達登録しておいてください。そしてもう一つ、僕が代表を務めるワントゥーワン声優俳優ナレータースクールというのがあります。このスクールは何かというと、言ってしまえば声優や俳優やナレーターを志望している子たちに向けた個人指導塾みたいなものです。演技の基礎を教えている僕をはじめ、現在進行形で声優の仕事をバリバリこなしている先生、腹式呼吸とは比べ物にならないくらい声が良くなる発声の指導ができる先生や、プロの声優と一緒にライブに出演したことのある歌の先生、劇団の座長を務める先生、現在進行形でテレビドラマにたくさん出演している俳優の先生もいらっしゃいます。これから声優の養成所や声優の専門学校に通おうと思っているけども、その前にちょっとでも演技の勉強をしておきたいという人や、現在進行形でも専門学校や養成所に入って、で周りのライバルを見渡した時に、やばい、このままじゃプロになれない、ライバルに勝てないと不安を感じている人いましたら、スクールのホームページの方チェックしてみてください。どちらも詳しくは動画詳細欄または概要欄をご覧ください。以上、日向の教室の日向でした。じゃあ。